球技とは、球体、または、その類似物を用いて、得点の獲得を争う競技や種目。ただし、球技の定義に関しては、論者により、様々である。球技は一般に、スポーツの一種とされているが、G. ハーゲドルンはドイツ語の球技を表すスポーツのシュピールの概念について、スポーツとシュピールを一つにした別の新たな上位概念であるとしている。球技に用いるボールは大きさも材質も様々である。ラグビーではボールは球形ではなく楕円球形である。また、球体の類似物を使用するものも競技の特徴から球技に含めることがあり、カーリング、バドミントン、アイスホッケーなどがある。砲丸投げは金属製の球を使用するが、球技ではなく陸上競技に分類する。球技には多種多様なものがあり、論者により分類法も異なる。リンダイル・グリフィンらの戦術課題に基づく分類に依拠した分類法によると、球技はターゲット型ゲーム、ネット、壁型ゲーム、侵入型ゲーム、守備、走塁型ゲームに分類される。設定された標的に、硬質の球体、または、その類似物を素で、または、ダグで運び正確さを競うもの。ネットで隔てられた、コート、または、壁で囲まれた共有コートにおいて、競技者が、比較的軽い球体や、その類似物を交互に送り出し、返球の有無によって、得点の多寡を競い合う競技。コート空間が、ネットで隔てられていて競技者が相対するものと、コート空間が壁で隔てられていて競技者が共有するものがある。また、直接身体を用いるものとダグとして、ラケットを用いるものがある。ゲームでの競技者の人数やボールに接触可能な回数も競技別に異なる。ネット型壁型一定の平面的な広がりを持つ共有の空間において、相対する競技者集団が一つの球体、またはその類似物を設定された目標空間のゴール、またはエリアに到達させ得点の多寡を競い合う競技。競技空間は陸上以外に水上や氷上の球技もある。また直接体を用いるものとダグとしてスティックなどを用いるものがある。陸上水上ひかみ相対する競技者集団の攻撃と守備が時間的に完全に分離されており、一定の広がりを持つ競技空間を攻守に応じて交代で使用し競技することを特徴とする。複数のベースを設定してヒット空間への打撃により出塁、進塁し全イニングの総得点の多寡を競い合う。多くはダグとしてバットを用いる。ありがとうございます。